ィルアップ講座を始めてまいります。本日担当いたします、オデッセイコミュニケーションズの中村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。では、まず配布物の確認からさせていただきます。お手元の資料の中なんですけれども、まずですね、A4 の用紙で、パワーポイントでプレゼン資料を作成すると書かれた用紙が1枚ございます。こちらは講座の中で使用していくものとなります。 あと、アンケートをお配りしているんですけれども、こちらのアンケート大変お手数なんですが、お帰りの際にご記入いただきまして、受付にご提出をお願いいたします。あとはですね、あの VBA の資料ですとか、えー、そういったね、ちょっと資料物をいくつか入れさせていただいておりますので、お帰りになりましたらぜひご覧になってみてください。何か不足のある方いらっしゃいますでしょうか大丈夫ですかね。それではですね、えー 講座の内容に入る前に少し弊社おデッセイコミュニケーションズで実施、運営しております資格試験につきましてご紹介をさせていただきたいと思います。今スクリーンに出ているのが弊社のホームページになるんですけれども、こちらの中のですね、運営サイトというところで少しご紹介をさせていただきます。弊社では、 パソコンを使った資格試験を実施しているんですけれども、まず一つ目にあります MOS 試験ですね。こちらはご存知の方も多いかと思いますが、マイクロソフト社のオフィス製品、Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook。こういったですね、各アプリケーションの使用スキルを証明する資格試験となっております。でこちらにつきましては、後ほど少し細かくですね、ご紹介をさせていただきたいと思います。 それから IC3 試験というのがあるんですけれども、こちらはですね、えー、コンピューターですとかインターネットといった部分のスキル、えー、知識などを証明するための資格試験となっております。割とですね、あのワードエクセルというところは、まあ、勉強がしやすい部分になるんですけれども、普段使っているパソコンとかインターネット、こういったところはですね、なんとなく使えるけれども、実はちょっと苦手だよという方が割と多いんじゃないかなと思うんですね。 で、その理由として、まあ、勉強をどう,いうふうにしたらいいのかがわからないっていうところが一番大きな理由なんじゃないかなと思うんですが、まあ、そういったですね、ちょっとパソコンとかインターネットというベースの部分ですよね。そういったところもちょっと強化してみたいなっていう方には、ぜひおすすめの資格試験となっております。それから、VBA エキスパートなんですけれども、こちらはですね、あの、Excel とかアクセスで、マクロ、VBA、 というのを聞いたことのある方いらっしゃるかと思うんですけれども、そういったですね、VBA の使用スキルを証明する資格試験となっております。VBA って聞くとちょっと特殊なんじゃないかなと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、割とですね、あの一般事務、事務職の方なども、エクセルの VBA 受ける方多いんですね。例えばですね、あの日々煩雑な作業で、エクセルでですね、操作をしている。 まあ毎日毎日同じ操作をしているなんていう場合に、まあ、え、作業の手順が増えれば増えるほど、やはり時間ってかかっちゃうと思うんですね。で、また手順が多いとどうしてもミスって起きてしまいます。で、そういった時にですね、v b a のスキルなんていうのがあると、例えばその煩雑な作業、一連の作業を、まあ一つの流れとして登録することなんかもできますので、例えばボタン一つクリックしたら、その一連の作業ができるようになる。 なんていうところでですね、お仕事の効率化にもつながるという意味で受験される方もいらっしゃいます。その他にも、アドビのですね、イラストレーターですとか、フォトショップ、こういったところの資格試験ですとか、あとは、コンタクトセンター検定試験なんて言って、あの、お電話の業務ですね、えー、普段あの、 皆様もお仕事とかで電話業務ってされるかと思うんですけれども、コンタクトセンターのお仕事だけではなくて、普段のですね、お電話の業務などにもなかなか使える知識なんかも出てきますので、そういったお電話を使ったお仕事されている方におすすめの資格試験となっております。 まあ、ご興味のある方いらっしゃいましたらですね、ぜひホームページご覧になっていただきたいのと、あとあの、お帰りの際に受付にですね、各資格試験のリーフレットなどもご準備しておりますので、ご興味があるものありましたら、ぜひご自由にお持ち帰りください。 で本日はですね、少し MOS 試験についてご紹介をしていきたいと思うんですけれども、本日講座の中で使っていくのが、こちらの日経 BP 社さんから出ている MOS 攻略問題集 PowerPoint2013。こちらのテキストの中から一部抜粋してご紹介をさせていただきます。でこの MOS 試験なんですけれども、 2007ですとか2010といった、まあ、以前のバージョンで受験されたことのある方はご存知かもしれないんですけれども、今までの試験というのは、実は一問一答形式の資格試験になっていました。例えばパワーポイントでしたら、まあ、操作画面が上に出てきて、下の方に問題が出てくるんですけれども、例えばですね、この図形に対して、こんな編集をしなさい。 というような問題が出てきたら、その編集作業をして次の問題に進むんですね。そうすると今度は、じゃあ、えー、あるスライドを削除しなさいという指示が出てきたら、そのスライドを削除してまた次の問題に進んでる、というような、まあ、各機能を使えるかどうかというのを、まあ、問うような試験になっていました。それに対して、えー、今回新しくですね、あの2013の試験が一番新しいバージョンで実施しているんですけれども、2013の試験は、 一つのファイルを作り上げていくような資格試験になっていますので、りより実践的な試験と言えるんじゃないかなと思います。そこでですね、ちょっと画面を皆様にお見せしたいと思うんですが、こちら今ですね、ご覧いただいているのが MOS の公式サイトになります。今ですね、画面に出しているのが、 こちらがですね、モス2013のサンプル画面になります。今ちょっとエクセルの画面、サンプル画面なんですけれども、こんな形でですね、まず上に操作画面が出てきます。通常のアプリケーションの画面と同じです。で下にインストラクションウィンドウと言い,いまして、問題の指示が出てきます。その問題の指示に従って、上の操作画面で操作をしていって、一つのファイルを作っていくというような試験になります。 試験時間は50分間です。すべてパソコン上で行いますので、えー、試験が終わったらその時点で合否の結果も表示がされてくると、そういった試験になります。で50分間で一つのファイルを作り上げていくことになりますので、どうしてもあの機能を知っていても操作がスムーズにできないと時間内に終わらないということも出てきちゃいますので、そういったあのスピードを身につけるというのでも、モス試験を え、ま有効にですね、勉強などに使っていただけるといいのかなと思います。それではですね、まちょっと簡単にではありますけれども、MOS のご紹介とさせていただきました。で、今回こちらのテキストは、その MOS のですね、2013の対策テキストになっています。前半は、機能のご紹介が載せてありまして、で、後半なんですけれども、模擬練習問題、それから実践の、実際のですね、おし、えー、 試験と同じような形での模擬テストというものもいくつか載っています。で今回この中の274ページにですね、模擬練習問題1というのがありまして、そちらから一部抜粋して機能のご紹介をさせていただきたいと思います。それではですね、ここからは操作をしながらのご紹介になりますので、ちょっと着席で失礼をさせていただきます。 では、まずパワーポイントを起動していきます。ファイルを作っていく試験にはなるんですけれども、元データはある程度用意がされています。そこで、まずは元データのファイルを開いていきます。元データのファイルと言いましても、今回の場合ですと1枚用意がされているだけで、タイトルとサブタイトルが入力されているだけのものになります。 でまずですね、講座を行うにあたって、ちょっと簡単にですね、言葉のご紹介をしておきたいと思います。PowerPoint というのは、プレゼン資料を作るときなどに使用していただくと、まあえー、効果的なツールの一つになるんですけれども、一枚一枚のことは、スライドというふうに呼んでいます。でこの今、先頭にですね、一枚のスライドが用意されているんですけれども、このタイトル部分をクリックすると、 とうっすらと枠が出てるの分かりますかねそれから下のですね、サブタイトル入ってるところなんですけど、ここもクリックすると枠が出てきます。この枠のことはフレースホルダーと呼んでいます。でこのようにパワーポイントでは一枚一枚のレイアウトが実は決まっていまして、まあ、先頭でしたらタイトルスライドといって、タイトルとサブタイトルが入力できるようなフレースホルダーがあらかじめ用意されていると、 こういったソフトになります。でですね、まずお仕事とかでもそうなんですけれども、えー、一からプレゼン資料を作ろうと思った時に、まずどんなことをしていくといいかというと、まず最初に全体的な編集作業から行っていただくといいです。でそこで今回まずはスライドのサイズを決めていきますで。スライドのサイズはデザインタブの中で指定ができます。 デザインタブの右側の方にスライドのサイズというのがあります。で、ここクリックしまして、今回はユーザー設定のスライドサイズ、こちらを選んでいきます。あの、ワードとかでいうところの用紙サイズを決めるのと同じようなことなんですけれども、あの、パワーポイントで何か資料を作るというのは、最終的に画面を使ってプレゼンをするのか、それか印刷物を出して、その印刷物をお渡しするのか、まあ、どちらかが 多いんじゃないかなと思うんですね。そうすると、例えば画面を使ってプレゼンをするのであれば、そのプレゼンをするときに使用するモニターのサイズに合わせていただいたり、もしあの画面を使わないのであれば、印刷物のサイズに合わせていただくという必要があります。で今回はですね、この中から画面に合わせる16対10というサイズを指定していきます。で OK で確定します。 こちらはちょっと最大化で済ませていただきます。という形でまずはサイズを決めていきます。で、それからですね、あとテーマ、デザインですね、デザインを決めていきます。あの、プレゼン資料としては、やはり白紙の状態でただ資料があるよりも、綺麗にデザインされたものを使っていただいた方が、資料としては効果的です。そこでパワーポイントには色々とですね、テーマといって、 デザインが用意されています。合わせてみるといろいろわかるんですけれども、各テーマによってイメージって結構変わると思うんですね。色合いだったりとかデザインによってかなり印象って変わりますので、その目的に合ったデザインがありましたら、この中から使っていただきます。今回はレトロスペクトというテーマを使っていきます。あとですね、 デザインはこれがいいけれども、色合いはちょっと変えたいなーっていうこともあると思うんですね。色って結構重要で、それぞれの色に意味ってあります。ですので、目的に合った色合いを選ぶというのも大切です。そこで色合いだけ変えたいというときには、バリエーションの中のその他のボタンをクリックしますで。この中に配色とありますので、配色の中から目的に合った色合いを選びます。 今回は緑を選んでいきます。あとですね、今回選んだレトロスペクトというデザイン、えー、背景色が真っ白なんですねで。真っ白なままでもいいのかもしれないんですけれども、まあ、ちょっと色がつけたいなーっていう時には、背景色だけ別途設定をすることもできます。右側の方に背景の書式設定とありますので、こちらをクリックします。で今回は、 塗りつぶしグラデーションにして、えー、グラデーションの種類は、えー、薄いグラデーションアクセントにというのをちょっと選んでみます。あとその他にも種類ですね、いろいろと設定できまして、まあ、今回はタイトルからの影をつけるというのを設定してみます。かなり印象変わりますよね。では今回はこちらで全てに適用を選んでいきます。 こんな形でですね、まずはデザインを決めていきます。あとで、全体的な編集としましては、スライドマスターというのもぜひ知っておいていただきたいんですねで。スライドマスターって何かというと、ちょっとまず画面切り替えます。表示タブの中にスライドマスターというのがあります。でここをクリックすると、左側にですね、サムネイルがいくつか出てくるんですけれども、これはあの、今作っているファイルの デザインの大元になる部分になります。デザインのもう、えー、全体を決めている部分ですね。になるんですね。例えばここで、えー、今回ですね、テキストの中では、過剰書きの第2レベルの行頭文字。今ちょっと小さめで見づらいかと思うんですけど、小さい丸印が行頭文字でついてるんですね。でこの第2レベルの行頭文字を全部チェックマークにしたいんです。では、えー、変え方はですね、 ワードとか音同じなんですけれども、ホームタブの過剰書き、こちらからチェックマークの過剰書きに変更します。そうすると、第2レベルの過剰書きはチェックマークで全てのスライドを統一しますよという設定ができるんです。あの1枚1枚、一枚一枚過剰書きを設定しながらチェックマークに変更する。 というのももちろんいいんですけれども、枚数が増えてくると、やはり手間もかかってしまいますし、あと、設定漏れというのもどうしても出てきちゃうと思うんですねで。その他にも、例えばあの、マスタータイトルの書式設定と書かれているところが、タイトルを入力するプレースホルダーなんですけれども、例えばサイズをもうちょっと小さくしたいとか、文字の大きさを変えたい、なんていうときにも、個々のスライドで編集してると、多少ずれちゃったりすることっていうのも出てきます。 そうすると、全体を通して見たときに、やはり統一感のないプレゼン資料になってしまうっていうこともありますので、もう全体的な編集はこちらのですね、スライドマスターでまとめて行っていただいた方が、確実にきれいに変更することができるかと思います。では、マスター表示を閉じていきます。スライドマスタータブからマスター表示を閉じるボタンをクリックします。そうすると、こちらが 元のスライドの画面ですね。編集画面になります。というところで、まず全体的な編集作業を行ってきたんですけれども、もちろん後からスライドのサイズも変えられますし、テーマとかデザインとかも変えられます。ただ、あの、ある程度編集も終わった時点でテーマとか変えてしまうと、やっぱりレイアウトが崩れたりとか、色合いも微妙にずれてしまったりっていうことがありますので、どうしても二度手間三度手間になっちゃうんですね。 ですので、まずは全体的な編集は最初に行うようにしてください。では、ここまで終わりましたら、あとは個々のスライドの編集作業に移りたいと思います。そこでまず、タイトルのですね、文字の大きさからちょっと変えてみたいと思います。で文字の大きさを変えるときなんですけれども、普通ワードとかですとドラッグして、範囲選択をして、フォントサイズを変えて、 とやられるかと思うんですが、これプレースホルダーの中に入っていますので、プレースホルダー全体を選べば、まとめて編集ができますで。プレースホルダー全体の選び方なんですけれども、まず中で1回クリックをして、枠線上で1回クリックしますで。これでも選べるんですけれども、結構ですね、いろいろ作業してると、この2回クリックするのが面倒だなって思う時が出てきます。でその時の方法として、 シフトキーを押しながら、プレイスホルダー上を一回クリックすれば、これでダイレクトにプレイスホルダー全体を選択するっていうことができます。ちょっとしたことなんですけれども、知っておくと小さいストレスが省けるかなと思います。あと、フォントサイズの変更はもう通常の文字のフォントサイズと同じですので、48ポイントにします。今回は中央揃いにもしておきます。 あと、サブタイトルのプレースホルダーですね。こちらも、フォントサイズを今回20ポイントにします。はい、で、えー、完成例がですね、皆様のお手元にある資料にも配布してあるんですけれども、スライド1の完成例見ていただくと、右上の方にですね、ちょっとあの、見づらいんですが、ふるさと回帰という文字が入ってるんですね。 でまずこのパワーポイントでは、プレースホルダーの中に文字を入力するんですよ、とお話をしたんですが、プレースホルダー以外の場所に文字を入れたいとき、自由にドラッグでプレースホルダーって書くことができないので、別の場所に何か文字を入れたいなというときには、テキストボックスを使っていきます。挿入タブのテキストボックスボタンをクリックします。でですね、スライドの中一回クリックします。 小さい枠ができます。で、ここで、ふるさと回帰と入力します。はい。でそうすると、好きな位置に文字データを入力することができます。あとは、配置の変更などですけれども、通常お仕事とかでしたら、もうドラッグで好きな位置に配置をするというのも、 可能だと思うんですけれども、今回はですね、一応試験対策ということもありますので、きちんとですね、場所を決めていきたいと思います。書式タブの中のサイズの右下をクリックします。はい、今回、位置は左上隅から横位置20センチ、縦は3センチで設定をしたいと思います。こんな感じでですね、 設定をすることができます。ですので、まず、基本的にはプレイスホルダーに文字を入力するというのが基本なんですけれども、それ以外の場所に入れたければ、今のような形で、図形のですね、テキストボックスなどを使って文字データを入れるようにしてください。で,では、続いて2枚目のスライドを追加してみたいと思います。で2枚目のスライドなんですけれども、 えー、結構文字データがですね、完成例見ても入ってるんですね。そこで、元データが今回はワードのファイルで用意されています。これもお仕事でもありがちかなと思うんですけれども、ワードなどで文章が入っていて、それをパワーポイントでも活用したいっていうことあると思うんですね。で、その時にいちいちワードのファイルを立ち上げて、範囲選択してコピーして、で、パワーポイントに戻ってきて貼り付けて、とやる必要はありません。 PowerPoint の中で直接ワードからデータを取り込むことができます。では、えー、ホームタブの新しいスライド、こちらのですね、下向き三角の中、下の方にアウトラインからスライドというのがありますので、こちらをクリックします。アウトラインからスライドです。そうすると、えー、アウトラインの挿入というのが出てきますので、今回は田舎暮らしというワードのファイルを選んで、挿入ボタンを押していきます。 そうするとですね、2枚目のスライドが自動的に追加されて、これがあのワードに入っていた文字データになります。では、ちょっと完成例もですね、見ていただきたいんですけれども、完成例見ていただくと、このスライド2に関しては、右側に横棒グラフが表示されているかと思います。そこでですね、ちょっとレイアウトを変更していきたいと思います。 先ほどですね、あのプレイスホルダーはドラッグで書けないんですよっていうお話をしたんですけれども、増やすことはできるんですね。決まっているレイアウトに変更するという形なんですけれども、レイアウトの中から2つのコンテンツというのを今回は選んでみます。そうすると、右側にもう1つプレイスホルダーを用意することができます。 でこの右側のプレイスホルダーを見ていただくと、真ん中にボタンがいくつか用意されていまして、表を挿入とか、グラフの挿入とか、スマートアートの挿入とか、まえー、何を今からしたいのかというのがボタンで選べるようになっています。そこで今回はグラフを作りますので、グラフの挿入をクリックします。で今回作りたいのは横棒グラフです。 集合横棒が選ばれた状態で OK で確定します。はい、そうするとですね、ちょっと Excel のようなシートが出てきたんですけれども、仕組みとしては、この Excel のようなシートの中にデータを入力すると、そのデータをもとにグラフが作成されるという仕組みになります。えでは、まあ、通常でしたら、このシートの中に手入力されることが多いかなと思うんですけれども、今回はですね、 えー、あらかじめデータも用意されていますので、こちらの左側のプレースホルダーから、9歳から70歳以上というところをちょっと切り取っちゃいます。で、系列1のところに貼り付けます。残りのですね、移住者のところから2.8%。こちらもですね、ちょっと切り取りをして、分類1のところにそのまま貼り付けます。はい。でそうすると、 データの貼り付けができたんですけれども、今回この分類2から分類4というのは使いません。で、これデータの削除をしてもいいんですけれども、右下にですね、i の5のセルの右下に小さい四角があるんですね。でこちらにマウスを合わせると左右の、えー、斜めの矢印の状態になるので、そのままドラッグをして必要な部分だけ範囲選択された状態にします。そうするとこれで、 ある程度のグラフの形が決まりました。ただ、完成例と見比べると、実はこれ行と列がちょっと入れ替わっちゃってる状態なので、行列の入れ替えをしていきます。では、グラフを選んだ状態で、グラフツールのデザインタブの中です。行列の切り替えをクリックします。ちょっとシートは邪魔なので一旦閉じます。あとは、グラフの編集をしていきます。 で今回はですね、えー、クイックレイアウトの中のレイアウト3を選びます。あとタイトルと判例は使いませんので、グラフタイトルと判例はデリートで削除します。あとグラフのスタイルはスタイル5にします。まあ、今ちょっとザザッと行ってしまったんですけれども、結構この作業を知ってるなっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、ほぼ Excel と同じ機能ですね、PowerPoint の中でも使えるようになっています。 ということは、あの、パワーポイントで、まあ、プレゼン資料を作るときっていうのは、あの、表とかでデータを見せるというよりも、やっぱり視覚的に訴えたいということがあると思いますので、グラフを使う機会って結構多いと思うんですね。で、グラフがない状態で一から作りたいと思ったら、パワーポイントの中でも、エクセルと同じような感覚でグラフが作れるということです。もちろん、エクセルですでにグラフがあるのであれば、 パワーポイントでまた一から作る必要なんてないですので、エクセルで作ったグラフをコピーして貼り付けるという方法でもいいとは思います。パワーポイントの中でもグラフが作れるんだなというのはぜひ知っておいてくださいで。それからですね、左側の文章の部分なんですけれども、一番下に入っているこの10年前はという一文、こちらは スライドの中には表示せずに、発表するときだけ、発表者の人がコメントとして話す内容にしたいと思います。でそのときなんですけれども、ちょっとスクリーン下の方で見えづらいんですが、下の方にマウスポインターを合わせると、上下の矢印の状態になって、ここでですね、ドラッグすると、実はノートを入力する領域が隠れてるんですね。で、このノートの領域のところに、この10年前はという、 文章を一旦ちょっと切り取って貼り付けちゃいます、はいで。このノートの領域、どんな使い方ができるかというとえ、まずですね、表示タブのノート表示にちょっと切り替えてみます。そうすると、画面の上にですね、スライドがあって、下にノートの入力領域、ちょっと小さくて見づらいと思うんですが、下の領域がノートを入れる欄なんですね。こういった欄が表示されてきます。 で、えーまあ、使い方の一つとしてなんですけれども、発表者の人が、このスライドの時には、こんなコメントを話そうという覚え書きなどを入力して、で、この状態で印刷もできるので、当日手持ちの資料として見ながら発表するなんていう使い方もできるかと思います。こういったノートなんていう領域も知っておいてみてください。今回は、先ほどの標準表示に戻します。 でちょっとノートの領域があると、スライドの,りょあの作業領域が小さくなっちゃうんで、今回はノートの領域はまた小さく折りたたんでおきたいと思います。それからですね、左側の文章のところなんですけれども、皆さんの方からも見てですね、ちょっと上の方に文字が詰まってるなという印象を受けるんじゃないかなと思います。でやはりプレゼン資料というのは見た目が結構重要ですので、見た目とか読みやすさ重要ですので、 ちょっとバランスをですね、整えたいと思います。では、過剰書きのプレースホルダーが選ばれている状態で、えー、ホームタブの行間ですね、今回は行間を1.5倍、1.5行に変更していきます、えー。あともう一つちょっとここでご紹介したいのが、アニメーションの設定です。発表者の方が発表するときに、もうこのままですね、文書が全部表示されたまま、 ま、説明をしても特に問題はない。というのであればこのままでいいんですけれども、例えばあの一つ目の文章が表示されているときには一つ目の文章の説明だけして、他の文章は見せたくないっていうこともあると思うんですね。で、二つ目の文章、子育て環境のっていうところを表示して、またそれに関するコメントを話して。というふうにですね、まあ、タイミングを合わせて表示したいというとき、アニメーション設定というのを行っていきます。では、 箇条書きのプレースホルダーですね。文章の方を選ばれた状態で、アニメーションタブルを選びます。で今回は、こちらのアニメーションの中から、えー、ワイプというのを選んでいきます。そうすると順番に出てくるような形でアニメーション設定ができます。で出てくる方向は、効果のオプションというところで、 下からとか左からとか選べるんですけれども、今回は左からにしておきます。あとですね、タイミングを設定することもできるんですけれども、話すタイミングに合わせて、一つずつ文章を出したいというときには、クリック時ですねで。そうじゃなくて、ただ単に、あの、参加者の方に注目を集めたい。 何か者の方に、まあ、見てもらいたいっていうだけのためで動きをつけたいということも中にはあると思います。でそういった時には発表しながらクリックして出していくというのもそれはまたちょっと逆に手間ですのでそういった時にはクリック時ではなくて直前の動作の後というタイミングを選ぶ方法もあります。でえー、速度をですね遅延というところで例えば1秒としてみます。 ちょっとこのスライドだけ、スライドショーを実行してみます。そうするとですね、順番にポンポンポンと出てきたんですけれども、今特にクリックなどはしていないんですね。ですので、まあちょっとですね、見てもらいたいな注目集めたいなというような時に使っていただくと効果的かなと思います。うん、出てこなくなっちゃったかな。あれ、スクリーン出なくなこれは何でしょう。 すいません。申し訳ありません。でですね、今みたいな形で、タイミングですね、指定することもできるんですけれども、それはあの、話すタイミングとか内容に合わせて変えていただけるといいのかなとは思います。ごめんなさい。ちょっと待ちくださいね。すいません。 あとですね、あの、今日なんですけれども、すいません、ちょっとなんか話が、つなぎみたいになっちゃうんですけれども、お配りしているプリントの裏面にですね、あの、モスのパワーポイント2013の試験範囲なんかも出てますので、もしよろしければですね、こちらも参考にご覧いただければと思います。 じゃあ5分ですね。スライドショーが。<music> あ、あありがとうございます。 すいません、ありがとうございます。大変申し訳ありませんでした。ありがとうございました。それではですね、続きに行きたいと思います。大変申し訳ありません。では、スライドの3枚目の追加に移りたいと思います。 では、今回ですね、3枚目のスライドなんですけれども、こちらは、1からですね、レイアウト、あ、ごめんなさい、新しいスライドから、まずは白紙のスライドですね、追加していきたいと思いますで。今回使っていくレイアウトの種類なんですけれども、タイトルとコンテンツというところを選んでいきます。 で文章なんですけれども、えー、結構ですね、この完成例見ていただくと文字データがたくさん入っているんですねで、えー。こちらちょっと手入力するのは時間かかりますので、今回テキストの方で文字データは用意してくれています。こちらをですね、コピーする形で作成したいと思います。これもただ単にコピーしてるだけですので、ちょっとどんどん進めさせていただきます。 はいで。こんな形ですねで。かなりですね、文字の量が多いので、スクリーン上ですと見えづらいかと思うんですけれども、あの、文字データを、えー、中心に扱いたいというときに、このスライドの中で行うよりも、実はですね、表示をちょっと変えてあげると操作がしやすくなります。表示タブの中のアウトライン表示というのを使っていきます。 そうすると、こちらがですね、アウトライン表示の画面になるんですが、左側に文字データだけがずらずらと出てきたんですね。で、あの、文字データを中心に入力したいなんていうときには、こちらのアウトラインの中で入力をしていただくと、非常に操作がしやすいです。で、今回この3枚目なんですけれども、文章がたくさん入っているんですが、豊かな自然と一緒に暮らすという文章の下に2行、2つ文章が入っています。 でこちらの今範囲選択している文章については、豊かな自然と一緒に暮らすの詳細な内容ということで、ちょっと右側にずらして表示をしたいんですね。でそういったときには、ホームタブの中に、インデントを増やすというボタンがありますので、こちらを一回クリックすると、一つ右側にずらすことができます。もう一回クリックすると、さらに右側にという形で、えー 増やすことができますし、あともう一つですね、インデントを減らすというボタンがありまして、こちらクリックすればまた元に戻っていきます。で、この操作なんですけれども、マウス操作以外にキー操作も覚えておくと便利です。タブキーを押すと、今と同じですね、まあ、レベルを一つ下げるという操作ができます。逆にレベルを上げたいときにはシフトタブ、これで行うことができます。今回は、 一つタブキーを押して第2レベルという状態にしておきます。ちなみにこれ今第2レベルという状態なんですけれども先頭がチェックマークになっているんですね。これは最初の方でスライドマスターで第2レベルはチェックマークにしますよという設定をしたので実際にですねスライドの中で編集をしているときにも第2レベルはチェックマークになっているんです。では残りの部分も 同じようにですね、該当する場所をレベル2の状態にしていきます。なので、まあ、文章を入力するというときには、このアウトラインのところで、レベルの上げ下げをしながら入力していただくと、入力はしやすいかと思います。では、表示は先ほどの標準表示に戻していきます。 そうすると、スライドの中にも反映がされているんですけれども、まだちょっと読みづらいんじゃないかなと思うんですね。あの、文章って横に長すぎると、目で見たときに読みづらいです。よく雑誌とかでもそうだと思うんですけど、あんまり長すぎると読みにくいので、そういったときには、番組設定というのを使うと読みやすくなります。そこで、下のプレイスホルダーを選びまして、ホームタブの中、 こちらでですね、番組を2段組に設定してみたいと思います。そうすると2段に設定できるので、割とですね、読みやすくなったんじゃないかなと思います。で今回は、このゆっくりのんびりというところから2段、えー、右側の段に来るようにちょっと編集をしておきます。まあ、こういった番組設定なんていうのも、ちょっと読みづらいなという時には活用してみてください。 で,では続いて、スライドの4枚目を追加していきます。今までですね、新しいスライドを追加するときに、ワードのファイルから取り込みをしたり、あとは1からですね、レイアウトを選んで指定したりという方法をご紹介したんですけれども、もう一つ、別のパワーポイントのファイルで出来上がっているスライドを活用したいっていうこともあるかと思います。そこで、 新しいスライドの一番下にですね、スライドの再利用というのがありますので、こちらをクリックしていきます。スライドの再利用。右側に作業ウィンドウが出てきますので、PowerPoint のファイルを開くというところから、今回は田舎への移住というファイルを使っていきます。そうすると、右側の作業ウィンドウに別のファイルのスライドがこうやって表示されてくるんですね。で、今回は、 この中の2枚目、田舎暮らしの始め方というスライドを追加していきます。クリックすると一瞬で取り込みができます。デザインも元のファイルのデザインと違いますよね。きちんと取り込んだ先のデザインに合わせて、えー、編集をしてくれますで、えー。今回こちらの4枚目のスライドでご紹介したいのが、下のプレースホルダー。 今、あの、過剰書きの状態になってるんですけれども、ここをですね、もうちょっと視覚的に見やすいように、スマートアートに変換してみたいと思います。では、下のプレースホルダーを選んで、ホームタブの中、こちらですね、スマートアートに変換っていうのが、ちょっと小さいんですけれども、ボタンがあります。でこちらをクリックしましてえ、ここではですね、リストとか手順とか、 こういったですね、あの、綺麗にデザインされたものがあらかじめ用意されています。そこで今回は、縦方向過剰書きリストというものを選んでいきます。そうすると、こういったですね、えー、図形などを使った、まあ、視覚的に見やすい形に簡単に整えることができます。スマートアとかなり便利ですので、えー、ぜひ使ってみてください。 でこのスマートアートですね、色合いの変更などももちろんできます。で今回は色の変更の中から、アクセント2の塗りつぶしというのを選んでいきます。あと、スタイルなんていうのも変更できますので、3D の中のこちらのデコボコの形ですね、選んでいきます。こういった設定ができます。はい、では続きまして、今度はスライドの5に行きます。 こちらもですね、先ほどのスライドの再利用からいきたいと思います。スライドの再利用で、今度は4枚目のスライドを追加していきますで。今回ここでは何をご紹介したいかと言いますと、表の編集ですね。今回あらかじめもう表が出来上がっているんですけれども、もちろんパワーポイントの中でも、表を1から作成するということはできます。 この辺はもうワードの表と同じ感覚になります。ただもう今回出来上がってますので、編集作業のみ行っていきます。今回4列目の部分、今範囲選択したところなんですけれども、4列目はプレゼン資料としては含めたくないので削除をしていきます。列の削除は、レイアウトタブの中に削除ってありますので、こちらのボタン選んでもいいんですけれども、 簡単にキー操作で行いたいという方はバックスペースキーぜひ覚えてみてください。バックスペースキーを押すと簡単に列や行の削除を行うことができます。これあのワードと同じですね。ワードと同じように削除ができます。あと今回はデザインを単色、単色スタイル1、アクセント2というものにしていきます。でさらに配置は 左右中央ぞれ設定をしておきます。あとですね、今回下のところにちょっとですね、文章が一文テキストボックスで入っているんですけれども、ここ文字の大きさを大きくしておきます。はいえー、次の体験ツアーはということで、詳細はこちらという文章が入っているんですけれども、スライドショーを実行中、このこちらという文字をクリックしたときに、 該当するですね、ホームページにジャンプをさせたいというときに、ハイパーリンクの設定をしていきます。では、今回ハイパーリンクの設定をしてみたいと思いますので、こちらという文字を範囲選択した状態で、ほう、ごめんなさい、挿入タブですね。挿入タブの中の、ハイパーリンク。もしくは、キー操作がいい方は、コントロール K で、ダイアログボックスを出すことができます。ハイパーリンクの挿入です。 下のところにアドレスを入力する欄がありますので、こちらに該当するホームページのアドレスなどを入力していきます、はい。そうするとですね、こちらというところに設定はできたんですけれども、ここで注意していただきたいのが、編集画面でこちらというところをクリックしてもジャンプはしません。 パワーポイントの場合には、スライドショーを実行中にクリックするとジャンプができるようになるんですね。なので、あのスライドショーを実行しながら何かご説明しますよね。で、その説明の流れの中であるホームページも見せたいなっていう時に、いちいちスライドショーを止めて、インターネットエクスプローラー立ち上げて、ホームページを見せて、またスライドショーに戻ってっていうのは動きとしてはちょっとスマートではないので、 そういったときにですね、こういったハイパーリンクの設定なんていうのを使っていただくと、流れ的にはスムーズに行うことができます。では続きまして、今度はスライドの6を準備していきます。こちらはですね、1からちょっと追加しますので、新しいスライドでタイトルとコンテンツを選びます。元データは、 あらかじめ文字データだけちょっと準備してありますので、こちらをコピーして使っていきます。はい、で今回ですね、ここでご紹介したいのは文字データというよりも、えー下に、下に入っているイラストですね。イラストの挿入をご紹介したいと思います。でプレゼン資料というのは、やはり文字だけの状態よりも、 関連したイラストが入っていたりとか、あとあの、商品説明などのプレゼンでしたら、その商品の写真ですね、写真の画像を載せたりということがあるかと思います。そこで、今回はイラストを挿入しますので、挿入タブの中の画像をクリックします。で目的のイラストを選んで、挿入ボタンで確定します。そうすると、ま、こんな形で、 イラストの挿入ができます。あとは、まあ、スライドで見たときとかですね、画面で見たときに見やすいように、色合いなどですね、修正することができます。今回は、こちらのですね、明るさプラス20%、コントラストマイナス40%というのを選んでみます。その他にも、図のスタイルなんていうところで、いろいろとですね、スタイルを決めることもできるようになっています。 今回は、投資投影影付き白。こちらを選んでいきます。あとは配置を整えるときなんですけれども、例えば今回のイラストを、このタイトルプレイスホルダーと右側をちょうど合わせたいな、という場合にですね、あのワードなどでは、目的のこういった図形とかオブジェクトを選択して、配置というところで右揃えにする。 という方法を使うのが一般的なんですね。こんな形で整います。ただ、パワーポイント2013非常に便利でして、このイラストをですね、ドラッグしてくると、右側の方に来たときに、今、点線が出てきたのわかりますかねこういったスマートガイドというラインが出てくるんですね。でこのガイドのラインが出たところがちょうど右側で揃っているという位置になります。では、右下のところで話します。 こんな形でスマートガイドなんていうのも出てきますので配置の整えやすくなっています。では最後にスライド7追加をしていきます。スライドの7枚目はスライドの再利用からいきたいと思います。では7枚目のスライド追加できました。 今回ここではビデオファイルの挿入を行ってみたいと思います。挿入タブの中なんですけれども、ビデオというのがありますので、こちらからですね、このコンピューター上のビデオを選びますで。目的のファイル、選んで挿入をクリックします。そうすると、ビデオのデータですね、保存することができました。 で、サイズを先に変えていきます。今回サイズが、高さが5センチで、幅が9センチにしていきます。あと配置なんですけれども、ちょうど真ん中にしたいと思いますで。この時もですね、だいたい真ん中のあたりに持ってくると、中央に点線ですね、スマートガイドがまた表示されてきますので、この位置で離していただければ、ちょうど真ん中に持ってくることができます。 でこの、えー、ビデオなどの動画を流したいという時なんですけれども、例えばビデオが、えー、5分間ある映像だとしますよね。でも5分間全部、ま、プレゼンの中で流したくはない。ちょっと前半と後半削りたいななんていう時には、ビデオのトリミングというのを行うことができます。では、ビデオを選んだ状態で再生タブの中です。ビデオのトリミングをクリックします。 そうすると、開始時間、削りたい開始時間が選べますので、まずこちらを今回5秒にします。終了時間、残り20秒は再生したくないということであれば、20と入力をします。でこれで OK をすれば、ちょうど真ん中の部分ですね、ビデオの真ん中の部分を流すことができるようになります。あと、音声などが入っている場合には、 まあ音量。こちらはもうファイルの音の大きさなどによって合わせていただければいいかと思いますが、今回は音量は小にしていきたいと思います。ここまでがですね、各スライドの作成になります。あとはですね、いくつか機能のご紹介をしていきたいと思うんですけれども、まず、スライドにですね、番号を付けたいという時もあるかと思います。スライド番号の設定をしてみます。 それでは、挿入タブの中、スライド番号をですね、クリックをしていきます。ちょっと待ちくださいね。すいません。失礼しました。この中ですね、ヘッダーとフッターのところをクリックしていきます。 でそうするとですね、こういったダイアログボックスが出てくるんですけれども、スライド番号というチェックボックスがあらかじめ用意されています。そこでスライド番号にチェックをつけます。でさらに、あの、プレゼン資料というのは1枚目がタイトルになっていることって多いかと思うんですけれども、タイトルには番号をつけたくないということであれば、タイトルスライドに表示しないというチェックボックスもあらかじめ用意されてますので、 こちらもチェックをつけて、これで全てに適用を選びます。そうするとですね、先頭のスライドにはスライド番号が出ないんですけれども、残りのスライドには番号が出てくる。で、ちょっと番号もですね、今右下に小さく出ているので、スライド上だとちょっとわかりづらいかなと思うんですけれども、出すことができます。ちなみにですね、ちょっとテキストからはそれるんですけれども、もしこういったスライド番号小さくて見づらいなっていうとき、 大きくするにはどうするかというと、一番最初の方でご紹介しましたスライドマスターですね。全体的なデザインを管理しているのはこのスライドマスターになるので、スライドマスターで右下のところにですね、ちょっと見づらいかと思うんですけれども、シャープのマークがあります。でこのマークを選んで、フォントサイズを大きくしてみます。 で大きくして、えー、一旦ですね、元の画面に戻ります。マスター表示を閉じます。そうすると、先ほどよりもちょっと大きくですね、スライド番号表示されてきたんじゃないかなと思います。こういった時にもスライドマスター知っておくと非常に便利です。あとはですね、プレゼンをするときに画面が切り替わるタイミングで、一瞬で画面が切り替わると、 変わったのかどうかがちょっと分かりづらいなっていう時などもあるかと思うんですねで。そういった時には画面が切り替わる時に動きをつけるということもできます。では今回2枚目から7枚目。こちらにですね、スライ、えー、画面切り替え効果設定してみたいと思いますで。今回はこの画面切り替えの中の回転というのを選んでいきます。回転です。そうするとですね、今一瞬、 切り替わったかと思うんですけれども、あの、画面がちょっと回転するような形で動きを設定するなんていうこともできます。まあ、この辺は必要に応じてつけてみてください。それから、あとはですね、セクションというものもちょっとご紹介をしていきたいんですけれども、あの、スライドの枚数が増えてくると、どうしても管理がしづらかったりとか、編集するのにもちょっとたくさんありすぎてわかりづらいなっていう時が、 ありますで。そういったときには、セクションと言って、グループごとにまとめることができます。そこで今回、5枚目の前に、セクションを入れてみたいと思います。挿入の仕方は簡単です。左側の5枚目のサムネイル、ここで右クリックをして、セクションの追加というところをクリックします。そうすると、5枚目のサムネイルの上に、セクションというのが追加されました。 同じように今回7枚目の前にもセクションをいくつ追加していきます。あとはわかりやすいようにですね、セクションに名前を付けていきます。1枚目の一番上のところに規定のセクションというセクション名があるので、こちら右クリックをしてセクション名の変更をクリックします。で今回こちらは導入と入力をしていきます。 で5枚目の上のところ、こちらのセクションですね。今タイトルなしってなってるんですけど、こちらも右クリックして、セクション名の変更を選びます。ここは、体験会と入れていきますで。7枚目の前のセクション名は、問い合わせとしていきますで。これどうやって使うかというとですね、実はこの部分、ダブルクリックすると折りたたみができるんですね。 そうすると、たくさんあったスライドをグループごと、セクションごとに折りたたむこともできますので、例えば体験会のスライドだけ何か編集したいなとか、確認したいなというとき、この体験会だけを開いて展開して、編集をしたり、または印刷をしたりということもできるようになっていますので、こういったのも必要があれば、セクションなんていうのも設定してみてください。 では、あと最後にですね、目的別スライドショーというご紹介をしていきたいと思います。実際にですね、プレゼン、まあ、発表をするときなんですけれども、例えば10分間確実にもらえるというのが決まっていない場合というのもあるかと思うんですね。例えばその時の状況、前後の話の状況によって、まあ、発表の時間が削られちゃうこともあるかもしれない。 なんていうときに、慌てないで済むようにですね、ちょっと短めのバージョンも付けておきたいということがあるかと思います。でそのときに全部のスライドを見せて、ここは今日時間がないので飛ばしますっていうわけにはいきませんので、あらかじめですね、目的別スライドショーというのを設定しておくことができます。スライドショータブの中の目的別スライドショーをクリックします。はい、でまずは新規作成を選んで、 タイトルですね。名前を入れていきます。今回は、田舎暮らし短縮版としていきます。でこの短縮版の方に載せたいのは、1457のスライド。この4枚だけにしたいと思います。で先頭にチェックをつけて、追加ってしていきます。これで確定をします。そうすると、 実際にですね、スライドショーを実行するときなんですけれども、目的別スライドショーの中から田舎暮らしってしていただくと、まあえー、その該当するスライドだけ見せるということができるんですね。1枚目、4枚目、で5枚目、最後が7枚目という形で行うことができますので、まあ、こういった方法なども知っておくと、実際プレゼンをするときには便利かなと思います。 ということでですね、今回の講座の内容は以上となりますで。今ご紹介してきた内容なんですけれども、最初にもお話しいたしましたが、こちらのテキストの中の、今回は模擬練習1というのを使いました。でえー、さらにですね、あの細かく学習したいという方は、ぜひですね、テキストなどを使って、まあ、勉強などもしていただければいいかなと思います。 で今回ですね、モスのまあ対策テキストを使わせていただいたんですけれども、あの結構実際のお仕事と即したような流れになっていたかと思うんですね。まず全体的な編集をして、で元データも別のファイルから取り込む機会ってあるかと思うので、まあ、そういった取り込みの作業なんかも出ています。ということで、まあ、実際にですね、お仕事なんかで使うときにもこういった流れも含めて勉強していただくと効率よく作業ができるんじゃないかなと思います。 よろしければですね、スキルアップのためにも、モス試験などもぜひ活用していただければと思います。はい、では、お時間になりますので、本日の講座は以上で終了とさせていただきたいと思います。途中スクリーン、あの、不具合があって申し訳ございませんでした。あとですね、最後、手数なんですけれども、アンケートご協力をお願いいたします。ご記入できた方から、受付にご提出をお願いいたします。また、各種資格試験のリーフレットも置いてありますので、ご興味がありましたら、